一体人間って何なのかとかねあの文明って何なのかとかね俺は何で生きてんのかとか宇宙って何なのか平和って何なのかとか考えすぎたとか言われることをですねずっと考えてしまうんですよ僕はそしてですねそんなことを考えてしまう漫画家って結構たくさんいるんですけどそれをですねちゃんと漫画にするのすごい大変なんですよでね最終的にやっぱり愛だろうとかいう話になった時にちょっとそれやめようよみたいになったりもするんですよでも そこから逃げないで、一体俺はどうしたらいいのか、どうやって生きたらいいのか、人間って何なのかみたいなところを徹底的に書いた漫画プラネテス。4巻で終わってんですけど、そこがすごいんですよね。今日はこのプラネテス、これをですね、めちゃめちゃ深掘りしようと思います。で、深掘りできるんです。なんでかって言うとですね、僕は この作者の10年前に生まれてるんで大体考えてることが分かるんでちょっと今日はすごいことになりますでデブリって一体何なのかって話のところまで行くしあとロックスミスって一体何者なのかってところあたりまでそして愛の問題ビートたけしの問題ジョン・レノの問題あのあたりまで行こうと思います山田零ジのヤングスさんでスタート 「こんな世界に光があると思うか空で見つけそれじゃあ」「そのピースじゃベイケー」yeah!「<music> 夢から覚めた消える声が浮き溺れて」 れた心に絶望の果てどれかを見たやむこと深い日なここは鼓膜と壁に追われて押し寄せる何かにもう寂しくて死んでしまいそう隔離された12秒たちはこのまのま,ま ヤングサンデー山田レイジのヤングサンデーこんにちは。はい、どうもこんにちは。ということをやってまいりました、毎度同じご機嫌な番組、山田レイジのヤングサンデーの時間でございます。皆さん、お過ごしでしょうかないや。えカミカミかな <laughs> いいか なんせ今日はねプラネテスほんまにこれずっとね、はい、番組開始当初からプラネテスやってくれリクエストもらってましたねいう思えば、うん、もうどれぐらい前かはねあれですかねわかんないけれどもあ今日はねちょっと、うん、宇宙服っぽい服だけ着てきました熱いです <laughs>、ね、<laughs> いや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 この作品をレジさんがどう読むのかっていうのは本当にね 気になってたっていうよりはもう読んででしかったたたすすねだひらレイジさんが描いてきたものと非常に重なる部分もありつつ。ですね。で今日は俺以外にもこの人に嫉妬した作家ってすごい浮かぶんだよね。そうなんですかこの人がやってたようなことをやってる作家は何人かいるんですよ。やっぱりだからそれはみんな俺の好きなタイプの作家ですよね。 だからこれ好きなタイプの作家ですよこの方の <laughs> 作品は。 ちなみになんかレイジさんの10年下の後輩ということで俺ね66年生まれで彼76年生まれで同じ玉あ玉火なんですねなので絵がうまいのも当たり前なんでもう絵の話しません今日見たら分かるだろっていうそんなことはただちょっとした癖があってその話しますそれは師匠から来てるやつなので まあ俺も師匠からいろいろ教わってるけど、彼の師匠の話もしたいと思います。<ー>はいそは、はい、そうですね。えー、すごいですよ。今日。どっから行きますか。えー、どっから行くかっていうねまずね、はい、えー、なんちゃうの。76年生まれ、雪村さん。はい。はい。でね、これね、ちょい下だとね、えっ、ー、とね、ガンダム再放送直撃世代で。 ふんふんでねでそうなの俺の,その 5, 5歳ぐらい下ので「夕焼けにゃんにゃん」見てた世代なんだよ。でさらにそこから10だ,10だから段階世代の入り口ぐらいなの段階ジュニアの。なんだけど何ていうかな彼,が彼の文化圏っていうのはやっぱりどっちかつとうち俺たちより。お<ー>はい、なんでそれどういうことかつうとね,あのねいわゆるしらけ世代とか、うん、物事をシニカルに斜めに見る世代の始まりあたり。うんうんうん うん、の世代なんでだから斜め世代のこれねはっきりもう今先に一つの結論として言うのはフランスは斜め世代の苦悩について話書いて<ー>斜め世代の苦悩なんだこれでその斜め世代って何かっていうとね、うん、まあさんざんやってますが、はい、ああの先週ね 関野さん来てくれたけど、あ,あ,あの方たちが戦ってた。熱き時代が終わって議論とか正義とか愛とか語るのかっこ悪いよね。っていう風に全部かばった。80年代以降に青春が始まった人たちのだ,、うん、だから、真面目に考えると、あいつまた熱くなってるよ。かっこ悪いなって言われるような時代なんですよ。つまりね。彼のこの作品の中ででっかく入ってくるのは？愛 って何かっ愛は恥ずかしい妄想なのかっていう、でね、この人の生きた時代ってジョンレノン恥ずかしくなってるんですよ。もう。ラブイズリアルだ、ジョンレノンブームって何回も来るんだけど、あえての愛っていう強く出ないと。ジョンレノン的なものって言えなくなる、バブル発なんかもそうだけど、だけど、普通の。へ、あのとかな、低体温っていうか、平熱の状態で愛を語ることはかっこ悪かった。かっこ悪かったですね。 まあ、うん、俺らもそうだよね。そうだね、そんな正面かなんか。んうん、ね。で、それはどっから来てるか、浅草キットですよ。え、そう、ね。だから、ビートたけしが。 あの人段階世代ですから、はい、段階世代の同級生が革命とか言っても何もできなかったじゃねえかっていうクールを背負って出てきますからビートたけしがーだからビートたけしがやっているあのあのスタンスっていうのはまあ背後に純粋な思いがあればあるほどシニカルなんですよ<ー>だから青春もののドラマとかを着化してたでしょ、うん、だからあの、まあのまいっぱい言いますよねビートたけしが言ってたようなことっていうのは、うん あの「愛こそ全て」とか言っちゃって「バカ野郎」っていうやっぱり「愛だよね」とか言いやがって「バカ野郎」っていう、うん、<laughs> ことになっちゃっておあ,のあの人こそすごい愛の人なんだけど、うん、それを正直にこうぶつけることができなくなるっていう時代がねあ特に80年代入ってからすすごく出るんですよん今日はその話をねそっからスタートしないと話にならないなっていう。 あ、そうなんだことですね。なるほどな。うん、はい。そういうクロニクルなんですね。だけど全く読んだことない人にちょっと軽くストーリーの話だけし,しますね。全く読んだことない人まあい,いるよね。いると思いますあとア。アニメと全然違うんで。一応確認のねつもりでもちょっとじゃあ、うん、はいぜひあの近未来の話で、はい、えでまあその 宇宙開発が進んでるんだけどまだ覚醒まででしか行けてないていとう時代の時代代のすね、うん、で地球には基地があって、うん、で次は木星だって言ってる時代なんだけどその時代の地球の大気圏上には、えー、たくさんの人工衛星なり人工物が回ってて、うん、それが古くなると廃棄物として、えー、デブリという形で地球の周りを回転し始めるで、ね、でこれはだから、まあね、まあグラビティででもおなじみですけどね ものすごいスピードで地球の周りを回転してるんで、うん、まあぶつかったら大変なことになるということ、うん、それが何千何万、まあ、浮遊していると、うん、でそれを処理する男の話そうですね、うん、だからまあ科学の先端にいってる中で生まれてくる問題を処理する最終処理業ああだから福井市で働いてる人みたいなその通りするんですか そもそもが原子力っていうのは当時のスターがやっている科学者のトップの人たちがやっている最先端の技術だったんだけどそのせいでデブリが出てしまう。うん、だからまあその問題を解決する現場の人間が、まあ、今も戦ってる。うんうん、でこれ1999年だから事故なんか全然ないうちにその問題について科学っていうのがスタートその。 先に行けば行くほど必ずデブリ的な問題が出るんだと<ー>誰かが処理しなきゃいけないんだよそれを処理している人間の話ってところがもうこれね絶対からして勝って勝ちですすごいですよね<や>その時ね二十、ね、代でしょ、うん、雪村さんっていうのそうです二十二歳それでこれ見つけて書く22歳かなすごいですよ大学卒業してちょいぐらいの時に書いてるっていうのがまあすごいですよね、うんえー、でこのデブリ まあ、あのー、を処,処理している男を中心とした群像劇ですね。で、チームの話ですよね。そのデブリ回収チーム、<laughs> うん、そして、えー、進む木星。 に向かって、えー、まあそのチームがスタートするというところに、うん、まあ彼は入っていってうんぬんかんぬんっていうところまで四 <laughs> 巻までしかないんで話短いんですけど、うん、でも出てくるキャラクターを一、えー、話ずつ徹底的に掘り下げていくんで一、うん、人ずつの話が深いんですよねそうなんですよねちゃんとバックグラウンドわかるしそうです、うん、はい何でもない人なんていないっていうか。 ちゃんと血肉が通ってるっていう描き方をしててこれあの本人4巻の、はいえー、後書きではっきりと言ってるんですけど「はい、死ぬ」とか「生きる」とかそれらの意味とか「宇宙」のこととか「戦争」とか「平和」とか「可愛いあの子」のこととか「喧嘩別れしたままの友達」のこととか昔やらかした大失敗の後悔したりとか僕の脳みそは大体その手でその手の「 考えたってしょうがないだろっていうことで頭がいっぱいだとで答えのないことをだらだら考えて時間を無駄にしてそういう人間なんだということをね、えー、っていうことを、まあまあ、彼は告白してるんですよね。 そのあと時レイさん書いたんじゃないですかいや全く同じようなこと僕書いてな僕もすごく後書きで語りたい人間だったので同じタイプの人間ですねしょうがないよと言いながらねうんでそれは何でかというと僕野さんですよだから僕も高校の頃に生きるって一体何だろうって考えてましたよ愛って一体何だろうって考えてましたよ語る相手がいないんですいないんだ 考えたってしょうがないじゃんって言われちゃうから。えなりくんみたいなね。まあ<ん>考えたって仕方ないじゃないか。<laughs> <え>ありがとうございます。<laughs> そういう世代なわけですね。そういう世代です。でそういうことをその考えてるやつってちょっと痛いやつだよなっていう空気が。 締めてて、そういうこと考えずに、今を楽しむだけだぜ、ベイベーってやってたわけですよ、皆さん。ベイベーってね。ベイベーってやってました。B-My Baby ってやった。だから B-My Baby に、俺はだから B-My Baby に合わせたわけです、その時。合わせたんだ、とりあえず。合わせてーバージ人なんで、あれ一見 B-My Baby ですからね。一見 B-My Baby。ま、で、キッカーさんはどっちかっていうとこっち側ですけどね。キッカーさんこっち側ですよ、同い年。僕こっち側なんだけど。そう。だから最後環境問題とか言い出すんですよ。まあまあまあ。だそれは封印してたんですよ。本当は文明って、 進めばいいのかって話ですよ。よ本当に発展すればいいのか。あ、そういう心とか哲学的な問題を。それが豊かかってことでしょう。置いといて。それが正解なのか。だけど俺は行きたいんだよ遠くへっていう思いと、うん、まあいろんなことを考えているっていうねこのねはしょ、まあ、こういうことなんですよ。 孤独な若い男の実存的な悩みについて書いてるって宇宙だからこれ SF じゃないですよそうですね、うん、SF ファンタジーフィック、まあ、結構リアルよりみたいな感じで見えますけどこれ内面の旅ですね、うん、まさにそうです、ね、う青春ドラマですねだからいわゆるものすごく青くて美しい話ですねえ、実存的悩みっていうのはこういうことですね 俺って一体誰なんだっってです俺どうやって生きたらいいのかっていうのが分かんないわけですよ。まれて,きたてひたすら孤独なんですよ若い男はね奥野さん。そうですね。なりがちですね。うん、大学卒業したぐらいの若い男の孤独さ半端ないからね。うん あ特になんか大学生って入った頃は賑やかだけど、うん、だん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 みんなバラバラになっていっちゃって社会出てくる人もいて、うん、なんかみんなそ,そろそろ落ち着くこうとしてるよみたいな <laughs> 就活とかしてるよみたいな感じでどん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 宇宙のね空間の中に一人ポーンと放り出されるような気分でいるのが20代前半の男ですよ若い男。そ、うん、そううでですすよ女の子もそうですよ別に女の子もそうかもしれないけど、うん、男は悲惨ですよ。 だって女の子って一番モテる時期だからその頃って。で、で新入社員とかになったらチヤホヤされるし、だから20代前半の女性っていうのはその黄金期ですよある意味ね。うん、ある意味ですけどね。ある意味です、ね。でも 20代だその前半の男って最も使えないくせに自意識だけでかいっていうのひもてね <laughs> そう <laughs> だね <laughs> でかい夢持ってんだけど結果出てないですから,うんだから苦しいんですよこの頃って苦しくて寂しいんですようんほんでめちゃめちゃ実存的なことを考えてそれを突破するためにどうしたらいいかっていうとこういうことになりがちなんですよ遠くにに行きたいになるんです奥野さんお疲れ様でした <laughs> おっと,おっとあなたも世界でねいろんな遠いところに行って、うん、あなたもそうでした僕もそうでした、ね、持て余して誰よりも遠くに行ったもん勝ちみたいなところにこう行きがちなのも若い頃にありがちですよねいや本当にねなんかね、うん、自分探しにどうしてもいざなわれてしまいますよね,ね本当に自分探しに近いですよ、はい、うそうですそうですそうです それを S.F. でやってるっていうことですね。うん、遠くに行ったものでその究極的な遠くっていうのが木星っていうやつで、うん、木星に行きたいっていう話です、ねうん。でこれが地上だったらまあインドとかだったんでしょうね。うん、その空気候を楽しむ時代とかとそ。そうですそうですそうです。であとあのー、まず最初に科学と民主主義そして自由競争競争で自由競争自由民主主義の中でレースが独立、はい、が,が始まったね、うん、時代。 に生まれ育っていると、うん、まあなんかなんつかな、えっ、ー、とまずは東京に行くんだ、そしてニューヨークに行くんだ、後に宇宙に行くんだってなるんだよ。だからこうれううもしかして前澤さん、いや知らないですよ。<laughs> 色なんとかも知らないですよ。はい、でもそういった。 哲学で植え込まれてさ、うん、初らインストールがそうなってて競争を勝ったものを勝,、うん、勝たなきゃいけないんだ上昇上昇みたいなものら植え込まれてそうじゃないとからだからだからだってだからだからだからくからだかっだかっだから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 だいらかっていうテーマも入ってますなるほだなるほどら、うんうん、だからだかってかうだからだかってからだからだ そこですよね。だからね、このゆ村さんのすごいところは両側から描いてる。うん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 。これはね、応援しますよ。それはだから、<laughs> か片方だけやる。若じゃないですよ、もう。もう <laughs> あ、そうか。もう大連帝だ。<う>46歳。巨匠の域ですね<ー><う>。いや、だから。 そのやりがちなのは片方だけ書いちゃってアジテーションになっちゃうんだけど、うん、これはそうは言うものの本当にそうだろうかっていうのをいろんな人物出しながら書いていくっていうところが素晴らしいいででですすすよよねねそ、うんうん、そううななんんメッセージが単一じゃ非常にいろんなことを、うん、その大事なことをそれぞれのキャラクターが代弁してるというか、うん、だから説得力があるっていうか言いたいことっていうのはそのキャラクターがまずやっぱり立ってるのがすごいなと俺は思いますね。うん 最初なんてねあのんだっけロシアの人有利そう有利の話かと思ったもんね1話目なんてそう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 そっから始まってて群像劇のようにこう展開していく中でっていうでねはったり聞いてんじゃん絵が上手いしさ交渉もすごいさできてるしさあとみんなが知らないこと書いてくる99年の段階でデブリ回収やってるっていうのはもう相当なもん で出てくるもうスノープガンガン聞いてる、はい、もうだからもう何つすか強いんだよ漫画としてその読者に対して上からガンガンいける若若造のくせしてうん、うん、でそこがまた可愛いんだけど、うん、結局やってることは何かっていうとあの職場と実家を行き来する話なんですそうですね <laughs> 魅力的なねいろいろ職場で会って実家に帰ってくるって話なんです <laughs> で実家に帰ってくると この時代まだ豊かなんですよ奥野さんね。ああそっかそっかそっか。そう,そういうことですよね。だまだそのバブルの終わりぐらいに青春過ごしてるリクメナさんの世代っていうのは親もまだ狂ってないんだよね。うんうん、まだその過労死でまともな家族みたいなものが。うん まだそのとと都会にも残ってた時代で、いわゆるだから親世代が団塊世代とかになってくるじゃないですか。うん、そうなると、一番日本で金持ってる世代になっちゃったってことですよね。まあ、まだその余裕があるっていうのと、うん、あと団塊世代はいろいろ考えてたんで,、うん、あで。後から出てきますけど、その田辺っていう人の、あの話も出てくるし、お父さんの話も出てくるんだけど。それなりに充実した大人が、自分たちの親の世代にいるんだよ。うん、だからね。 安心して飛び込めるっていうか帰れる家族がある。んうんうん、そして弟はさらに兄ちゃんついていくぜっつって縦のラインがしっかりしてる。ああ、うん。うん、これはこの後なくなりますからね。なるほど、ね。この後エヴァンゲリオン登場してからあのどんどんその先は、えー、いなくなりますからね親がね。 エヴァたりがギリギリ親がまだ残ってて、えー、だからまあこの頃は豊かですよね窓巻きなんかだとさもうお父さんトマト作っちゃってさお母さん友達になっちゃってるしさ <laughs>、うん、<laughs> なんかさ覚えてますふわふわになっちゃってて, <laughs> ってそう,そう,そうでこれがねおそらくは横浜育ちの雪村さんが大学行って八王子通って、うん、でいろいろあってで孤独になって。 で、彼女といろいろあって、で、実家に横浜帰ってきてっていう、ああこの、相模線の話じゃないですか、これもしかしてあ,あ、横浜線でね。そうそう <laughs> 横浜、なん<ら>と八王子の相手の話が、<laughs> その宇宙になってるんじゃないかと。あ、玉火が、だからそういう環境だったと。玉火宇宙ですから、あその、デブリ拾ってたわだ。 や行ったら分かると思いますけどあの当時の旅っていうのは山奥ですから山頂にありますからだからまあ宇宙みたいなもんですよ。それをだから橋本駅から裏山を上がっていくみたいなそしたら遠いとこまで来たなみたいないろんなロマンが剥がれていくからちょっとやめましょうこの話それで実家に帰ったらっていう話を繰り返すっていうねあとはその間にね行われるのは宇宙で生きているキャラクターがまあ ひたすら観念の世界に行くわけだよね、うん、その宇宙にいることによって、まあ、その孤独と戦いながら、うん、あうまくか書いてるよねそれは別に宇宙に行かなくてもそうなるんだよな、うん、<laughs> 若い男は、うん、<laughs> ほんでそこから実家に戻ると暮らしっていうのが待っててでなんかまあスイカ食べるみたいな世界でその中で<ー>、えー、宇宙ってどこまでが宇宙なんだって話をや考えてくる、えー、そう。 なななかなか哲学的なんですよ。すここではないどこかっていうものの境界線はどこなんだっていうことを、まあ、書きたかったみたいですね。うんうん、っていうことらしいです。はい、でですねまずはねあのちょっと先にこう言っとこうと思うんですけど前回そのなんか炎上の話してましたけどアニメと原作は全然違うなっていう僕はちょっと1話だけ見た。 って思いましたうん、うん、だからこれはもうチューニングがアニメのためのチューニングになっててうん、うん、主人公はまあまあその田辺っていう女の子寄りになってて、うん、これとは全然違いますね、うん、えむしろその田辺っていう女の子のキャラクターは途中から入ってくるからいいんですよね。漫画でね、うん、原作の方はは田辺は序盤全然出てきません、うん、で途中からそうあの使えない新人として出てくると。うん、でそ,そこで若干パワハラ的な強めなあの感じで えー、ハチはいろいろハチローといいますけど,すけどあんなじゃないですよアニメのだからちょっとその、えー、なんか熱血みたいな感じで描かれてましたけど、うん、まあ別物だと思った方がいいかなとはうん、うん、僕はもう思いますね。でアニメの話はここまでにして、えー、これですよ。もうねこの「プランテス」ね話すときにね絶対に語らなきゃいけないのはねやっぱり雪村さんの世代で。で この辺りから斜め世代始まるんですよ、うん、段階ジュニアってほ,ほぼほぼ斜めにシニカルに世界を見るっていうねどうせあのこうなんだろうっていうその真っ向から愛とかを信じられなくなってる、うん、理想とかもどうせっていうところから入ってるっていうのとあと、まあ、ぶっちゃけ主義ですよね結局金だろ<ー>だから金と暴力っていう金と暴力がリアリティ そう、しみちゃんのこと言ってます。しみちゃん,ちゃんが、まさにその世代だよね、しみ <laughs> ちゃんね。はい。ね、しみ <laughs> ちゃん、何年前だっけ。七十七年です。うわ、一個下なんだ。そう、うん。あ、じゃ、やっぱ、しみちゃん。すごい近いんだ。だ、しみちゃん、わかるよね、この、この感じ。はい、あの、主人公の気持ちはすごくわかります。けど、僕自身は、あの、斜めに見れてない人物です。すみません。謝った。 <laughs> そういういこと、とちょっと後で,また <laughs> でね、うんえー、じゃその話あとで聞くってことにして、うん、あのね斜め世代ってねまあ斜め世代ってくくりはあんまりされてないんだけどその若干近いのが白毛世代って言われてたからはい、はい、あ要するにまあ熱くなるのはやめようよっていう感じでね、うん、で,ねであのね特徴があって、はい、この時代に書かれた斜め世代独特の雰囲気っていうのはねこれなんですよ。はあ 目がキラキラしてないんです死んでるんですよでこれバターシキンギなんですけどこれ元ネタはこれですネジ式,式ですだからネジ<ー>式とチェリーですねいやチェリーはチェリーのこれう,うるせえやつのチェリーですけど、はい、この半顔はこれ高橋さんやたら書きますけどまあおそらくネジ式あたりから切ってるんじゃないかと思うんですよ<ー>っていうのはまあ定番でみんな言われていることですね、うん、そしてですね奥野さん見てくださいこの顔うわ半顔だ、はい やあのねこの時代の青春ドラマの若者っていうのはこういう顔なんですよ。ああイナチュウとかもほんと,、ね、イナチュとかもそうなんですよね、はい、だから、まあまあ、まあバタキンがまさに完全にそうなんですけど、はい、だからまあこのこの感じですよこの感じでこれバイク乗ってるでしょ、はい、こ,のこの世代はとにかくバイクです。<laughs> で <laughs> 今だからアラ,フォアラフィフって言われる世代シミち,ちゃんからちょい上ぐらいの人たちはもうとにかく青春はバイクなんです。 イニシャル D とかも半だっけ。そうなんですけど、そう、だから、かね、いや、あれ三白眼です。あなるほどだからね、<laughs> 三白眼のシニカルな厚さみたいな。うん、だから、その目キラキラさせない、あいつトララバイは目キラキラしてるんですけど。<ー>で、その辺の、その辺の、まあ、そのグラデーションがあるんですけど。で。もう一つ重要なのが。結構似てるのがあるんですよ。何ですか。半官、宇宙物って、これなんですよ。 「王立<ー>宇宙軍」ってこれは岡田さんが作ってたやつですけど、うん、岡田さんと安藤さんがやってたやつなんだけどこれも主人公低体温の宇宙ものですね、うん、あなるほど青春,青春ドラマ青春ものなんですよ。で内的葛藤と宇宙に行くっていうことをクロスさせながら描いていくってでそこで描かれるのは美しい愛じゃないんですよ。うん、もっとリアルな ドドロドロしたシニカルな何かみたいなものの中でさまよう男の子っていうかまあ青春だっていうのがあってあるっていうのはねまあ王立結構あるよなっていう同じぐらいの時代っていうことですかね。うん、えっ、ー、とね、うん、ちょ王立の前ですけどね、うんえー、だけどあの時代感っていうのがだからねそういうの全部一通り終わった後に現れるんですこの人99年だから。でさっき言ってたこのバターシキンギョとか<う>あのこの辺はもっと前。 あそうなんだはい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 、うん、だから80年代半ばぐらいから、まあ、後期にかけて結構あったでそれを食らってんですよこの人世代的にだからあのなん言うかな正直素直になれないで,でこれアキラの影響すごく出てるんですけどアもうちょっとだからシニカルでバイク乗ってるとは似てるんだけど、うん、あのなんてつうの もう一つ上の世代なんで心が健全というかまだ病んでないまあね健康有料不良症そういうことですねはいでそしてねもう一つねポイントがあったけどね斜めこれこれですよね斜めつまり熱血やらないと巨人の星に対しての野球やらないよ疲れるからっていう 疲れるからやらないよっていう野球漫画「タッチ」っていうね,うねでこれ実はいろんなものの構造に似てるんですけど一見クールしてんだけど、うん、その裏側にすごく熱いものがあって、うん、で欲望があるんですようん、うん、で愛もあるんですよ、うん、これまさに同じことやってますよねはあだからねプラネテね,ですねタッチですよ,よ <laughs> 4巻のタッチお願いタッチタッチここにタッチでしょこれ。 だって二回白くされてますよね、決定的に。いやでも八巻の方があの反抗的なんですよ。そうですね。うん。うん。いだから緩やかな反抗してんのがタッチャンですよ。ああ。じゃ疲れるかやらないよって言っては言ってる感じです。だからまあそれは同じですよね。であのポイントはあの阿達先生の方は反語にはなってないけど口ですよね。お笑わないっていうかね不満そうっていうかどうでもよさげな口。うん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 。で。 点になるわけですよねこういった流れがあってでこれこの雪村さんの、まあえーまあ、作品でなんてつうのかな自問自答芸みたいなものをここでも,うものすごくやるんですけどうん、うん、この辺りでその考えなかったけど本当は考えたいんだよ考えたかったんだよっていうのを彼やったわけですよねこれね。うんうん、でこの直後ですよこれが出てくるのがバガボンドが。 だから、井上剛彦がバカバンドで自問自答をずーっと続けるわけで,<ー>でこれは俺もそうだけど俺もそのタイプの人間だから世の中がそういうのを考えるのはかっこ悪いよっていう空気の中でずっと抑え込んでた「本当はどうしたらいいんだよ俺は」って「うん、愛ってなんだよ」っていう自分で自分に。 こう、まあ、自問自答し続けるっていう苦しみの中で、生まれてる作品っか。これ、これ流れる、流れで出てきてます。面白いなと思ってね、これね。うあもう、だから、バカボンドの中盤、後半あたり、ほとんど。ね、クライアント数にすごい近い。一体、何、何者なんだ、俺はっていう。う水の中で浮いたりとかしてた、なんか、そういいろいろ出てくるじゃん。うん、まあ、あんなやってたなっていうことでね。しょうがないなと思って、この80年代世代っていうのね。 んでかっていうと若者たちが戦って結局何やってもダメだってなった時に結局金じゃんってなった時に心はどこに持ってったらいいか分かんなくなっちゃったんだよんバブル世代って。 うん、で女の子は金のある男のとこに行こうとするわけもうみんなマテリアルガールになっちゃってるし、うん、そした愛って何なの買えんの?」みたいな「うん、いや買えんだよ」って言うんだよ上の世代が。<ー>とか社会全体が結局ぶっちゃけそういうもんじゃんって言い出すんだよ、うん、でもそんなことないって思いたいわけ、うん、それは何でかっていうと初期 OS の中にジョン・レノンとか入ってんだよまだ俺たちの世代ってもっと若い頃に、うん、でも時代がすごい空虚なものになって虚無の時代になった時に、うん あのこれどうしたらいいのってことになってでしかもなんか70年代の人たちってまだ議論できたんだよね。うんうん、だから同じ思いで悩んでる者同士であのガンガンやれたんだよ。うん、だからそうそれはさすごい格好悪いことかもしれないし不毛な議論だったかもしれないけど孤独じゃなかったんだよ。はあの時代って、ねまあ、相手がいましたもんね。うんうん あの「君は分かってるのかね?」とか「うん、そうかつせよ!」とかやってたじゃんでもあれはね絶対に孤独じゃない楽しさがあったと思うんだけどその後の世代は疑問を持った人間は一人ぼっちにさせられるじゃんア<ー>プラネデスで一人ぼっちで闇の中で苦しみ続ける男、うん、で全ての問題を自分で解決しようとするっていう考え方っていうのはめちゃめちゃよく分かる俺もそういうとこあるからはい、はい、そういう世代なのそういうふうにする以外ないの。うん それはね大変ですよ奥野さんで,どで最後は愛「愛が勝つ」みたいな曲があるともう「ばっかじゃねえの」っつってそういうそういう時代ずっと、うん、ブルーハーツなんかは直球で来るけどあれは直球すぎるから入れたけど、うん、ちょっとずれて「ジュン・スカイ・ウォーカーズ」になるともう脱線ってなるっあら、お<ー>それそれくらい斜めなんだよね。しみ、うんね、ちゃん。 はい、そうでよね、はい、言わされてるれいか <laughs> だから関野さんの時代だったら関野さんもおっしゃってたけどそのあの知らないかったら話にも参加できないからどんどん知って議論してたってその下の世代でもう話すこと感じてることを話してこう誰かとこうその議論をして何か回答を見つけようってことすら恥ずかしくなってきたっていうことですか あのー、俺なんかの体験でいうと一、はい、人でもっとんか、あのー、政治とか考えようぜとか選挙行こうぜとかもうそうするとちょっとやばいやつにされるしもうちょっと哲学的なこと宗教のこと考えようっったらもう,もう全部やばいやつすぐにやばいやつ真面目にものを考えてるとやばいやつ。で愛について語るとなん理想主義者とか偽善者。 っていうことで、気持ちいいからボランティアとか言ってんでしょとかそういう感じこれがその社会全体を覆ってたからものをちゃんと考えようと思ったら一人になるしかなかったんだだこ,これ主人公のハチがいる場所っていうのはまさにそれ、うん、だから例示案件だっていうのはよくわかんのう、うん、俺もそうだったから、うんうん、なんですよ。なるほどでねバイクの話、はい、このね雪村さんねアシスタントに言ってるんだけど、うんうん、その。 君知らなかったけどモーニングで連載してた森村新さんのところにアシスタントに行ってるんですよ。でこの人たまびでたまび行きながら多分行きながらかな、まあ、森村さんのところで、えー、まあアシスタントやってたんだけどこの森村さんっていう人がまたちょ,、はい、ちょい上なんだよ。はい、でねイメージしてもらいたいのはねジジ。ョーああいう感じ。<ー>でただ大友さんとかとま世代近いんでニューウェーブの「 影響下にあるんだけど、もうちょっと解放されてる。はいはいところ常時的ですね、非常に。だからノーヘルでバイク乗ってるでしょ、この人。バンズハイウェイってでしょ。バンズハイウェイなんて乗りが完全に捕まるで。そうそうそう。で、こなんつうのこれ。このいろいろあったけど、そのそん死なないニューシネマやってんだよね。死なないニューシネマやってんだ。ニューシネマはだから俺たちに朝はないとかイージライダーとか言ってスタートするまでは。 最高自由ってやってんだけど結局捕まって殺されるみたいな話で終わるじゃん,うん、うん、でもそ,それがないやつパラダイスじゃないパラダイスですだからバイク野郎のパラダイスを書いてたのが森村さんだったあのカルシンとかその感じではい、えー、カルシンは遠くないっすねあ<ー>ち,ょちょい前の世代なんだけど、まあ、カルシンジープ乗ってるしバイク出てくるしねうん、うん、だからなんかそれってガンダムに通じるんだよ<う>だからねやっぱり何かに乗ってたいのメカに。 男の子は <laughs>、うん。でそれはガンダムには乗れないからバイクに乗るんだよ。はあ。で今なんでみんなバイク乗らなくなっちゃったのかってコスパ悪いからだと思うんだけど、うん、でもあの,あの時代はガンダムに乗れないからレプリカのバイクに乗るんだよ。<laughs> 50cc でなんかそのレースに出るようなマシンに改造するみたいな <laughs> あれがもうデフォルトで皆さんそうですよね<ー>まあねあのその世代の人はそうですね、はい、スーパーカープねそうです,そう,です <laughs> そ,うそういう時代があってねでまあ もうとにかくねあの頃思い出すとたまびって山奥じゃん、はい、みんなバイクで来るの。 バイク博覧会だから合宿例とか部活物質例があるじゃん等がたまびモーターショーはたまびモーターショーで満件の物質行くともバイクがドワーって並んでる物質に並んでるってことは個性的なやつだから授業は出ないけど物質には来んだよみんな物質の周りにめっちゃバイクがバーって出てるそういう時代ですねだからこの作品めちゃくちゃバイク出るでしょ やたらバイ,、ね、バイク乗ってるでしょ。まあ、あの女性も乗ってなかったり。<い>え、かあの見直してもらったらわかるけど、うん、やたらとバイク乗ってますから、ねうんね。で、まあそういう世代なんで、っいうか、まあそういうことですね。はい。まあそんな感じで世代論で三十六六分混じっちゃいましたけど、<laughs> そっからですね。じゃあちょっとこっから1巻。はい。一巻二巻三巻四巻全然違う感じになりますからね。はい、テイストが違いますねと思いました。ね、読み直してみて。うん、そう感じたな。ね、うん。うん。うんうん 一巻はやっぱりちょっともうななんんか別の短編集というかそうそね、うん、だかまず最初にそのユーリっていう人の話から始まるんですよね。はい、でこのまあユーリっていう人がえ新婚旅行かあれば、うん、でまあ宇宙船に乗って地球周回軌道みたいなところにいるとえ奥さんと彼が乗っているその宇宙船に旅客機みたいのにね大きめのデブリがぶつかるっていうところから始まる。うん、で奥さんが直前に 持っていたものがコンパスだったっ。はい。うん、で、まこのコンパスの意味っていうのがなかなか最初からちょっといいところをやりますよね。めちゃくちゃな完成度の高さじゃないですか。うん、一話。一話。恐ろしいですね。ええ。で、彼はその、えー、奥さんが亡くなる直前に自分は、ね、生き残っちゃう。奥さんは亡くなっちゃう。うん、で、奥さんは、えー、持っていたコンパスと共に宇宙にこう、うん、投げ出されてしまって、自分はたまたま 生き、生き残ってしまう。で、彼はデブリを回収する仕事につきながら。ずっとコンパスを探すん、ね。そうなんですよね。である時、奇跡的にコンパスを見つけてしまうという話になる。んですよね。で、そのコンパスは何かって話ですね。小倉さんね。何でしょう、ね。わかるでしょえ。だから、ここはどこか。 まあまあどちらに向かったらいいのかっていうことを教えてくれるのがコンパスですよね。それがだからその文化人類学的的にすごく象徴的なアだからでもそれってあのまあ人間のある種の支えというか旅人の支えですよ、ね、今自分がどちらに向かっているのかここはどこなのかっていうことが分かるっていうだからそれが欲しかったっていう主人公の思い有利の思い、うん、それからえー 奥さんの思いみたいなものがこのアイテムに乗っかっててそれを失ってるところから始まるわけですねつまりこれ象徴的にすごくはっきり分かってどこに行ったらいいか分からないって話なんですよね。なななるほどどねこだか分からなくっなっっちゃったってところから始まるここはどこだか分からないどこへ行ったらいいか分からないからとりあえずそれを見つけるところから始めるって言って話が始まる。この見つけたアイテムを彼は持ち歩いてて なくすことになるじゃないですか、ね、失うことになるじゃないですかあれうん、うん、誰誰のせいかっていうのを覚えてます奥野さん。あの弟でしょで主人公のハチ君の弟が黒でしょ、うんえー、そうですねこの主人公のハチ君の弟,弟はねまだ学生でね、うん、でお兄ちゃんとお父さんは宇宙飛行したんだよね、うん、だから俺もロケットを作って追いついてやると思ってひたすら海岸でロケットを自分で作って 飛ばして失敗してを繰り返してるんですね。うん、ですよね。<う>弟がね。いいで,で、そのロケットが、えー、まさかユーリの、えー、ユーリに当たるんですよね。<う>ユーリの方に向かって飛んできて、そうだった、うん。で、ユーリが持っていた,た、ねえー、コンパスは弟が作ったロケットによって壊される、ね。そうですね。これなかなかまた深いでしょ。 いいやーそれはまあ深いですよ、うん、うまいことやるなと思ってうま、ん、いこと、うん、その設定出してくんだっていう意味でも、まあ、この作品語るんだったらそういったラインを一個ずつ検証していくと、うん、彼が何が言いたかったのかっていうのがよくわかるようにできてるっていうことでですよね、うん、でも最初からそれ意図しししててこのコンパス出してない気がしたんですよね。 ななんととくだ思ういやだから最初その1は完結で有利の話壊れたコンパスを宇宙空間で見つけるっていうまあ一つのだからそれも愛の話ですよ。でもなぜコンパスかっていうのは重要でしょそう、だからそこも1巻の中で完結は一応してるのにそれを3巻かな2巻か3巻かな。でもう一回その出してきてだから有利の話もう俺終わったと思ったんですよそれまで。 そしたらここでっていうね。いもう一回有利がしっかりこの話の中に中心に。うん、これ送るんさん。はい、一巻ですね。これね。あ、もう一巻。あ、一巻か。一巻ですね。<ー>一巻で。一巻でやっちゃってますね。なるほど。この辺りですね。だから。 いもう早いですよやっぱりじゃあもうあったんだねでこれ週刊連載というよりは定期不定期連載だったらしいから、うん、ある程度しっかり話が出来上がった段階でその、まあ、短編として<ー>出していくっていうそ,その短編オムニバスで話がつながっていくっていうだからまあ質が高いええこんだけの絵を描くのは大変だからやっぱりどうしても時間かかっちゃうっていうのはしょうがないですよね、うん、そんななんかしっかりしたのを新人に許してくれるんですねねモーニングは。 その辺ね。絶対習慣でかけとかじゃない。もう本人に来てもらうしかないよね。あら。<laughs> あの来てくれる。<laughs> 連絡待ってるんで。いや、本当聞いてみたいですよ。あの,頃の、ええ。でもね、あの俺モーニングにいたからわかるんだけど、うん、やっぱね心足高かった。当時の今あの俺がいた頃のモーニングはそうだった。栗原さんとか。栗原さんがだから。 まあ、もともと手塚版でね、なんか水目が通るとかやって,てね、で、まあ。漫画っていうものの可能性を限界まで探ろうっていうことをやってて。<ー>っていうことですよ。まあ、だから、まあ、な小学館だと一期がね、漫画はまだ黎明期だっつって、やってたしうん、うん、っていうね、だから。まあ、ある、その何、な一部の人たちは。漫画は、商業的に成功し。すればいいんだっていうだけじゃなくて。うん、もっと質の高いものっていうか、新しいものっていうものに移動。 挑もうと、うん、うん、っていうのをやってたありますよね。うん、もう俺の時はショートコミックだけの雑誌出したりとか、オールカラー出したりとかしてたか,、ね、かに。チ全部のページが四 <laughs> 色釣りですよ、グラビアの漫画雑誌を、うん、オールカラーモーニングっていうのを出してましたからね。バブルですね。どんだけバブルなんだっつって。うまい,すごい、うん。うん。でもで俺はそのなんか祭りのような。 そのモーニングに起こっている漫画これからすげえことになるぞっていう空気をすごい楽しく味わってましたね、うん、当時ね。うん。その中から土田正彦とか出てきたりとか山田よしとか出てきたりとかいろんな人で彼もそうだと思うんですけどね。あとサンランもそうだね。うん、無限の<ー>無限の、うん、っていうだからなんかあと吉弘さんもそうですね。あと山田よしもそうだし。うん、そう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 。山田よしもまさにそうだね。うん、同じ時にデビューしてるんだけどまあなんか新しいこと。 やりましょうっていうモーニングの着替えの中から、まあこれも作品も生まれてたんじゃないかなというふうに思いますね。はい、あ。であともう一つこれは絶対言わなきゃいけない一貫のやつ。先週もちょっと言ったけど、月で生まれた女の子の話はやばいですね。うん。えー、序盤も序盤で月の基地で、えー、ある女の子とハッチは出会うわけですよね。えー、でその女の子は、えー、地球で生まれたんじゃなくてそ<う>月で生まれてる。で月の重力は六分の一だから。 えー、地球の重力には耐えられない。もう生まれた段階で地球には行けない運命の人間がそこにいるっていうことの罪について、うん、でそれはしなきゃいけないのかどうなのかわからないだけど彼女自身はそれでいいんだそれが幸せなんだって言って月の砂漠をね、えー、ピクニック行くわけですよね。 月っっててねねななんんととかかかのの海海言いますらでも実際は海ななんかないわけでですよね、うん、でも私にとってはここは最高の海なんだって言って彼女は走り出すんだけどその時にパッとカットが入れ替わって地球の海の青空の下水着着た彼女があ、うん、走り出していくっていう映像がパッとカットで入ってきてか、ね、これはハチが見た地球にもし彼女が生まれたらこうだったんだろうなっていうことがパッと浮かぶわけでそれは絶対叶わないわけです、うんで。それを絵で見せることによって、うん もうだろう人間ってこういうことしてもいいのかよ、うん、つまり地球,に地球で生きられない人間を作っちゃっていいのかよっていう問いになってるえそう受け取ったんですかれイさんいやだから序盤にそれがあるからこの作品読みたくなったのよ、ねうんうん、であの子は後から出てこないですよでもそれはそうなの象徴的でいいのでこの子<ー>この子がいるのは、 よしいいのか悪いのかっていう問題についてずっとやり続けるからこの作品は文明論なんでね文明の罪について<ー>そしてその宇宙に行くっていう欲望を叶える人間の差がについての物語で,、うん、でそれがですねまああるそのロックスミスという男の物語につながっていって、うん、ある種の決着を見るっていうかある種の答えを出していくっていう流れ、うん、4巻でやってるんでデビルマンかよ,よな <laughs> たった4巻でそこまでやるかよっていう。<laughs> <laughs> いや素晴らしいですよねでもう一つ面白いのが、えー、テロリストですよよねそれも出てくるんだよな大体テロリストっていうのは正論言いますからね。<ー> <laughs> でテ,テロリストの正論っていうのが出てきてこれはち,ゃんとちゃんとしてんですよやっぱりそれはだから <laughs> そういったその宇宙に人工物を作ることっていうのはどういうことなんだでそれはそこで資源が得て人間が豊かになるっていって、うん、そうじゃないだろうってそれは。 恩恵を得られるるののは一部の富裕層だけだけけろうってて話してるわけですね。結局変わんねえだろ石油の時とっていうね、うん、話をしてた作戦だからえさらなる格差を広げながら、えー、環境破壊をしていくそれを宇宙に進めていくそれを許されるのかっていうのがテロリストの、えー、言い分なので非常に筋が通っているというね。<laughs> いやそこはすすごいいなと思まういうの一切なくロマンチックな宇宙物に全然できたはずなのにしっかりとその社会的なとことか思想的なこの何年のせいというか未来の起こりうるだろうことっていうのがまるで今とあんまり変わらないっていうところをもうしっかりこう。 だからね、実家に帰るとね、うん、スイカ食ってるわけだから、はい、とんかつ、ね、食ってるわけだから、うん、そこがまたうまくって、うんうん、同じ地平の中で人間はこういうふうにしていくってそ,<う>そしてそのなんか <laughs> 今の自分とつながってるんだなっていうところがすごくリアルにこう見えるというところが、うん、あれ奥のがベタをめた珍しいって言ってますけど<笑><笑>いやこれ刺さんない人いないでしょうなかなかねうん、うんうん、ですよねはい読んでみようかな うん、ぜひ読んでもらいたいですよ。あの損はしないいと思いますよ本当に、ね、で、えー、その揺れるわけですよね主人公のハチっていうのはあのそれはいいことなのか悪いことなのか分かってる人だよねどっかで。うん、だからどっかでダメなんじゃないかって思ってるわけですよね。でんでかっていうとそのやってる仕事がデブリ回収だからですよね。あ<ー>つまり人間がその 科学が進歩して成長して進んでいけば必ずデブリみたいなものは出るんだと、うん、でそのデブリを回収してる仕事を自分はしてると、うん、そしてそのデブリによって奥さんを失っている男がまあ相方になってるわけですうん、うん、だこれはもうその設定の中で彼が宇宙に宇宙に。あのその 成長はしたいどっか行きたいとか、まあ、強い欲望は持っているけど、うん、いいのかなって思って揺れてるっていう,んうん、うん、で彼はなんて言ってるかっていうとこのハチはんて言ってるかっていうとだから俺は金がいるんだとで、えー、とそれからあと結果を出さなきゃいけないんだとうん、うん、だから今その回収作業しながら金を貯めながら結果を出して木星に行くための、えーまあ、試験を受けてでい,いずれは 俺の船っていう、キャプテン・ハルクみたいなこと言ってるわけですよね、うん、これ。<laughs> どういうことかわかりますよね。どういうこと一人だけ。いたくさん行ったんじゃないですか、高校の時に。 あは「ビッグになる」って言ってるけどさ「<laughs> それどういうこと?」っつってね <laughs> って言うとなんかでかい車に乗るみたいな <laughs> ふわっとしてんなーっていうやつです <laughs> だからそのためにそんなな変ええるわけねねだろみたいな、ね、そ,うそのためには彼がいるんだよだ名前を売らなきゃいけないんだよ、うん、まずは売れる曲作んなきゃいけないんだよはい、はい、そこで武道館をいっぱいにしてさって言ってる若者です。<laughs> 宇宙船が欲しい,ってい、ね宇。宇宙船が、ほ、うん、宇宙船が、これが、だから海賊王は俺になる、やつですよ。<laughs> は,いは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 い。の、まあそ、その、源流ってっていうかね、まあ、この時期に海賊王始まってるんですよ、実は。同,同じ。同じタイミングで。始まってます。うん、だから、何かでかいことしなきゃいけないっていうくらい苦しいんです。うん、しなくてもいいんだよ、別に。でかいことなんか。<お>だから、それが、後ち分かってくるという話になってくるね。まあ、奥野さん、ね、この間。 あのディスカバリーで対談したときに、はいはい、言ってましたけどディスカバリーで、はい、俺がロックミュージカルやりたいんだっつって、うん、わあって盛り上がってるときにお前があのいいじゃないですか何も成し遂げずに死にましょうよっつっただろう俺に <laughs>、はい、<laughs> 死んじゃうんだよ何かやらないとって俺が言ってたら、うん、何も成し遂げずに死にましょうって言ったよな俺になもう、まあ、言葉だけ取るとかっこいいな <laughs> こっちもあるんだよそっちもありますよそうなんだよだからむしろ俺の方が呪いにかかってて何かなさねばならぬっていう呪いにかかってる俺はレイさんの師匠から樽を知ろうお前絶対今適当に言ったから江川さん今適当に言ったマジでタルルート君も前回持ったしねいやいや江川さん自身が全然樽を知らないですからね それは困った問題だな。<laughs> 困った問題ですよ。<laughs> <laughs> だからこそ、ああいうの書いてるとも言えますがね。<laughs> ええ<ー笑>。ちゃん爆笑してるやん <laughs>。いや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 、そう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 。そう,そうでね、まあ彼自身が、その、えー、まあ、その八ですね。彼が、その。こういった、そのな、テロリストが、吐く、その、正論があるわけじゃないですか。うん、人間こんなんじゃないって、言いつつ。彼は、俺はビッグになりてえとか思ってるんだけど、この時に、まあ。 一巻ででも本音を言ってるんですけど、こう、えー、こう言ってますよね。夢の途中でいたいっつってですよね。<あ>そんなこと言ってたんだよ、ね。言ってます。で彼は宇宙に行って自分の船で、うん、まあ海賊になりたいわけですよ。そんな自分でいたいんだ。うん、それは夢を叶える途中かもしれないけど途中でいいじゃないかっていう途中で、うん、これすごいよね。ワンピースまだ途中ですからね。いやそうですよ。すよだからこれチューブラリーになっちゃうんですよ。 これやると、夢の途中で痛いって言ったら、降りれなくなるわけで <laughs>、うん。はい、これに対する回答が書かれてるのも、この作品。いや、そこなんですよね。そこなんです。なった四冊よ、ね。そうなんですよ。ちゃんとだから、そこどうするのかっていうのを、まあ、描いてるい。ある種、恐ろしい作品だなと思います。恐ろしいですよ。よ青春のその悩みみたいなものを、しっかりこの真正面から描きつつ、うん、どこにこう落とし。 いいくかかっていうかどこに着地しなければいけないのかっていうのをセットでだ答えもね、うん、セットでこう提示してるというかその時のかもしれないけれども、うん、なんかもう勝てなないでですすよここんなことされたらそうですね全部そのなんか探しに行く物語とかさ、うん、でラストはもうてなんかハッピーエンドみたいなさ、うん、お茶を濁して終わるみたいなさ、うん、あと超絶バッドエンドみたいな中で、うん、なんかこんなになんかとこう。 だからね、っっうエンタメの、ね、ある種のやり方としては、うん、刺激でとか驚かせたりとかうん、うん、それからあとはなんとの、こういうふうなのが見たかったんでしょっていう回答を与えるっていうのとかうん、うん、そういう作品が多い中で葛藤を葛藤のまま出していく、うん、見せていくっていう作品はなかなかすごいですよね。だからこの人この一家の中でも言ってるんですけど地球も宇宙ななんんだって話になるですよね。そうなんですよね。うんね だからそ,その先に行きたいんだって言ってるんだけどいやそこも宇宙だけどここもそうなんだと,とここも宇宙なんだとしたらここでいいじゃないかっていうところのまあ話にこうぐる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 回っていくっていう感じですねなんかこれが面白いのがだからでかい夢と実家の間で。 <laughs> で宇宙行くぜって実家戻るみたいな繰り返しっていくっていうことになるわけだしそこそんなに礼さん気に入ったんですけど実,、ね、実家と夢の往復っていうのがリアリティがあるってことですよね実家に帰ったら目覚めんでしょそうで,す、ね、でかいこと言ってっけどああ <laughs> 帰ったら「あんたどうするの?」っつって。 あのスイカ食べてくの,のとか言われるじゃん、うん、ご飯食べてから行きなさいみたいに言われるじゃん、うん、そこには暮らしがあって、うん、ずっと長い時間かけてそのリアルな暮らしをしてきた人たちのな流れの中に自分はそこに生まれて甘やかされて育ってるわけだよね、うん、どういうかどう考えてもねだから<笑><笑>言っちゃってるよみたいになっちゃうわけですよねむ <laughs> ちゃくちゃ弟もでかくなってますしねしばらしうそうですね、うん、そうですね、えー じゃあまずここで,でまあちょっとさっき言いましたけどねもうここでだから一家の中でデブリって何かっていうのがも,うもう出てきてま,すまあ表現どう考えてもその欲望みたいなものを抱えて人類が先進んでしまうと必ずデブリが生まれるから誰かがそれを処理しなきゃいけないし誰かが泣くんだよっていうことに対して、うん、だからなんつうのカウンターなんですよ、うん、科,科学万能主義に対する。だけど科学大好き。 うん、旅はしたい、うん、え遠くへ行きたい、うん、だけどそれって一体何なんだよっていうその、えー、こと、そそれらのこと、えー、まあ一言で言うと、デブリってでかい夢が生み出すゴミですよって話ですね。うんえー、だから人間ってそのまあ俺たちの世代も特にそうだけど、うん、でかい夢見ろよって言われて育つ。うんうん、お前はなんかだから。 何もなさずに死にましょうよって言ってるじゃん、うん、もうちょっと目が覚めてんだと思う君らの世代は少しまあそうかもしれないですね俺らの世代はダメだよ、うん、まだだからぼんやりしてるんだよダメなだバブルさえもう一度とかバカなこと言ってるの <laughs> 目覚ませって,言って <laughs> ね。だからその世代がどんだけのゴミ出してきたのかっていうのはもう今見るともうほんとひどいでしょ、うん、格差もそうだしデブリもそうだしまあ、おさまざまな環境汚染もあるしっていうことでまあ歪みですよね 何かを起こした時のそのねうんなんですよねなるほどねいやまさにそうだと思いますうんなんかでもこの時ってやっぱりまだね九十九年ねまだのんのんびりした空気あったね多少うん二千一年で二千年問題とか言ってるけどありましたねまだそのそれほどのだって小泉改革もないしまだまだあのあの時ですよ多分あの日本の未来はそうそうそうぐらいだよねその通りその通り その時代だねだから「ワンピースもそのもどこか行こうっていうあの時代の空気の中でだ日本は崩壊していくからんでいく日本かから脱出したたっ二極化してた気はするんですよね俺の実感ですけど「ドラゴンヘッド」とかさあとで「バトル・ワイルン」もそうですけどちょっとやばい系というか破滅系のコンテンツに対して。 あのまだ見ぬ世界へみたいなのルフィのワンピースはやっぱちょっとちょっとしたよねそうなん別にその現実をと格闘するんじゃなくてなんかその時代の空気をそのいやいやもっと夢はいっぱいあるからっていう。 のがまあルフィだだからお前シンジョ好きなのって結構そういうマインドでしょめちゃくちゃそうですねそうでしょビッグボースだっけビッグボースだからそのあの時代知ってるからでしょまだビッグボースとか言ってるいやだからまあ羽生くんもねそうだしそのなんかそのちゃんとこの時代を背負ってくれようとしてる人はすごく好きですよ勝手に自分で背負い込んで勝手に物語にしてでみんなを巻き込んで盛り上げていこう 「一、うん、人じゃない,ないよ」みたいなんかそういうのもう別に言わずとも体現してるっていうかちょっと話ずれたまあでもそ,のそうは言ってもどうすんのっていう問題についてまあ自分で考えて自分で答え出していかないけど駄目だよねっていう一人ぼっちの戦いっていうのが、まあ、1巻でスタートするんですがそこから2巻ね えー、3巻になってお父さんそして田辺登場になってからまたさらにこの話が、まあ、進んでいくわけですねでこれ面白いのがお父さんがどう考えてるかってことだよね、うんうん、でお父さんも宇宙飛行士ででお父さんはある種答えを出してあっごめんなさん時間になっちゃってあらむちゃくちゃいいところ止めた、はい、じゃこの後はちょっと、えー、限定になるので、えー、皆さん、えー、ファミリーになってない方はファミリーになってください <laughs> いやでもいややっぱりすごい作品ですごい作品で一巻でこんな方もっと語れますよね全然もうちょっと丁寧にエピソードの話なんでかあそのだからちょっと後半でその言いたかったやつやってくって言いましょうあの一巻も含めて分かりましたこの後ね二巻三巻すげえすげえ話がそうなんですよまだやまあ田辺の話になってないそうタナベ出てきて田辺が出てくる前に終わったじゃないですか愛の話の前ただもう田辺がねはい ああ、いや、じゃ、あ後半でやりますか。田辺の話。そうしましょう。はい、じゃ、行きましょうかね。後半に行く前に、来週の山田理事のヤングサンデーは、えーうん、皆さんお待ちかねですね。ご当地ソングムービー選手権、あなたの街と心の物語をやります。うんえー、公募いただいた九作品をですね。おめでとうございます、えー。じっくりこう検証しつつ、あの、もう、あの、先、先日やりました。あの、うん、スピンオフでやりました。組み合わせ抽選会は終わってますので。うんうん えー、その組み合わせ抽選終わってる段階で皆さんスタートになるんでね平家、はい、物語確かにすごいレベル高いですよね。見てます、はい、やるかもしれない、はい、であの同時にまあそれだけだとあれなんで、はい、なんで今ご当地ソング俺があのや,、うん、やりたかったか見つめ直しているのかっていうのと、うん、あの時代の節目になりそうだなと思う部分で地方東京の問題もそうだし、うん、あと礼二さんの見てきた あの「ご当地ソングとは何度や?」とか「ご当地ソング黒に、うん、クる」みたいなのも合わせて、うんえー、場所と、まあ、心とか歌とかなんかの湘南にご当地ソングしてんのがいるじゃないですか <laughs> 湘南だけに湘南初めて聞くけどっていうか神奈川にはいるじゃないですか最弱は誰なんだろういやもう五稜郭ですからだから。<laughs> ぐらいいいいいいででしますすすすすよよねそて九九州州がごごじゃなかもだけど熱量で言ったら大阪ご当地やばいじゃないですか大阪じゃないかなっていうことに関してなんで語らないんだってことですよね皆さんもっと語らないんだというかなぜなくなってしまったのかご当地ソングというのそうご当地ソングなくなっちゃったねっていうところがところがまだみたいな話もあるじゃないですかはいはいはいいや俺これから来ると思ってるんですよ だから先んじて我々が取り上げたい,いうそうですねもうどんぐりみたいなのもいるんでねまあそんな感じで来週はご当地ソング選手権ということで、うん、やるんですが、うん、その次の週えー、2月の最後はついにやります山田毅のヤングさんで第1回の放送のリブート企画でございますここから4か月連続で毎月1回ずつやっていきます「進撃の巨人」とは何だったのか「君は進撃の巨人」という漫画を知っているかねというのをね えー、ついにやります、ね、ついにですね、はい、終わりましたもんね。えー、この先週4巻、4回に分けるのです、ね、10巻ずつやるからです、1巻から10巻が今月の最後、そしてその次に、3月のまだ日にちは決めてないんですけど、10巻から20巻、で3月が20巻から30巻。うん 月月じゃない4月か混乱しますそして5月のゴールデンウイークの最後の土曜日5月7日に「イベントやります進撃の巨人」とは何だったのか34巻丸ごと総括山添ジュニヤングサンデーのまあなんていうの記念碑的な会になると思いますあのちゃんとやりますよはい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 「進撃の巨人」このねなんていうんだろうここ数年ではもう最も重要な「 社会現象となったような作品を、うん 1> えー、第1回のリブートでやらせていただきます、うん、よろしくお願いしますはろしいし、はいはい、以上でございますということで後半プランティストの話もっと深いところまで行きましょう、はい、YouTube, YouTube をご覧の皆さん YouTube でも会員になれば見れますんで,でよろしくお願いします、はい、ということです<っ>アストラピスターーベイベー これだからワンピースの100巻をこれでやってます。2巻でやってます、これ。いや、そんなことないけど、<laughs> まあまあ。ここに100巻入るとワンピースなんですか <laughs> <laughs> で、そこで彼は猫に対して、あの、一人じゃないから俺は生きていられるんだっていう。まあ、直球来ましたね。<laughs> 本当にね、もう大谷かぐらいの。<laughs> <laughs> <laughs> 大谷かい。<laughs> <laughs> いや、大谷ですよ。160キロ。